いよいよ魔王軍との戦争が始まった。犬神先輩とカズキは他の騎士たちと前線へ向かい、僕は黒服たちが運んでくる負傷者の治療に当たる。そして戦況が変われば、僕も団長と共に前線に向かうことになる。次回、治癒魔法の間違った使い方第10話、最強黒騎士現る。僕の手が届く限り絶対に助けてみせる。